段四郎さん、今はゲームって普段からされますか？やってますよ。あ、へー。あのやってなかったんです、ずっとここ20年、はい、ですが、あのせがれのしんのすけがやるもんですから、はい、やれと、ね、あの要はあの一人でやってると、まあ何ていうんですかね、宿題をやらなくちゃいけないとかいろいろあるじゃないですか、はい、父親を巻き込むことによって堂々とできる大義名分を手に入れたいという、どちらかというと知的な戦略に巻き込まれながら私はその今夜はゲームをせがれと一緒にやってる。一緒に対戦したりなんかもしながら、対戦というか一緒にオンライン上に戦いに出て、はい、一緒にあの組んでやってます。で、ね、歌舞伎の方では代々こう受け継がれている、まあ、役どころでもありますけれども、どうでしょう、将来しんのすけ君に継承していく際に伝えたい思いとかメッセージってありますか？そうですね、信長に関して言いますと、やっぱり信長っていう人物は役者を選ぶんですね。やっぱり信長役者かどうかということが非常に大きい。誰でもできる役じゃないような気がする、信長に関して言うと。ですからまず彼が本当に信長役者という雰囲気、別に信長役者じゃないといけないってことないですけど、信長やる上でしたら、やっぱ信長役者であるならば信長役者としての教育をしたいなと思いますし、逆に彼なんか見てるとゆっくりしたところもあるんで、私とちょっとそういうところが違うんで、はい、どちらかというと家康の風情もあるのでね、でそれがどちらかというとうちの父も家康の風情があったので、だからそういうところもこう兼ねながら、あのここはこうだよという、この信長らしいエッジの効いたその切れ味の良いあのものを、彼にはそういうところを伝えたいなと思いますけど、信長の野望ということで、多分一回彼もやると思うんですよ、絶対にあのダウンロードして。ですがその後は私は分からないあのやっぱりこうどんどん変わっていくんで、今の子供たちって、これやってるかと思ったらこっちやってるし、こっちやってることはあっちやってる、あっちやってるとこっちやってるし、それでもってまたこっちやって飽きたかと思ったらこっち戻ってるし、ですからおそらくやり始めてまたぐるっと回ってもう一回やりだすっていう、でもしかするとあの明後日から一緒にこう旅に出るんで、あの端末でできるものの方が喜ぶかな、で移動もするんで位置情報だよみたいな、